どんな作品がお好きですか？そうですね。好き嫌いで言えば、その人間のですね、その年代にも好き嫌いがどんどん変わっていくんですが、好みですね。最近はですね、その色彩が、とにかくその、印象派にあるような、色彩の美しさですか。色彩が美しいものが好きですね、自分は。それ、ちょっと前までは、この輪郭がはっきりしてるものとかですね、好きだったとか、ね、あるいは、もう少し前だと、こう、宗教画的な、この、ぼかした、土っぽい、こう、確か、土っぽい、作品が好きだった時とか、その時によって、年代によってこの好みは分かれるんですが、最近はその色彩が美しいものが自分は好みです。それは単にその単なる北山の好みですけどね。学科チームとしては、その好き嫌いではなくて、もっと客観的な評価もやっぱりしていそうくですわけですね。ね。その色彩だけじゃなくても、その作品の美しさっていうのはあると思うんで、そういう作品の美しさとか良さとか魅力、あるいはその、いわゆる、学科的に言えば花ですよね。いかにその作品に花があるかっていうところも見ていきたいなって思ってます。人を引きつける花ですよね。マチスじゃないですけど、花です。キャットおよび立ち入り、よろしくお願いおし願まいしす。ます。お願いします。